あどうもひでチャンネルのひでかずでかすす12月15 20月日日火曜日20時からライブ配信をしたいいと思います、えー、チャンネル登録が1000人まだ行っていないので告知がこ,うこのような形でしかできないのでこの場を借りてお話をしたいと思います、えー、ライブ配信では草刈りの初心者の方に向けてのアドバイスを絶賛絶賛大募集したいと思います 私の来年やりたいことの一つに草刈りの初心者の方へ向けたまあ丁寧なその解説の映像を作りたいと思っていますなんでそんなものを作りたいかっていうふうな考えなんですけれども私がそのたくさん初心者の時にもうつまずいたからです、まあ、今もつまずいてますけどもえエンジンをそのかける際に、まあ、スターターをこう皆さん引っ張ると思うんですけども やったーってエンジンがかかったーってまあ喜んでたんですけどね徐々にそのエンジンにあれなんかこう勢いがなくなってきたなっていうふうに思ってたらまあストンっていうふうに止まってしまいましたまあこれを見ている皆さんだったらもうお気づきだと思うんですけれども、まあ、チョークをこう引きっぱなしにしていたんですよね、まあ、チョーク引きっぱなしっていうことはまあ空気がバチンとこう遮断されているので、まあ、エンジンはそれは止まってしまいますよね これがこう私は全くこう分からなくて何回もこう長考を引きっぱなしにしてはエンジンがかからないということを繰り返していましたこう今思うともの、まあ、すごくこう恥ずかしいんですけども当時は YouTube もないですしそんな解説の動画もそうですよねであと私が持ってる刈払原機 まあ倉庫に置いてあったものだったので、まあ、説明書もこうない状態から始めたのでこうものすごくこう遠回りをしながらこう覚えていったわけなんですけれども、まあ、ですから草刈りのこう初心者の方が遠回りをしないようなこう解説の映像を作っていけたらなというふうに思ってますもう皆さん見ての通りですけど私こう素人もいいところですのでですからこう皆さんの経験をぜひ頂戴したいんです ちょっと今から私、こう生意気なことをお話します。草刈りのベテランの方やクロードの方がもう逆立ちしても私にかなわないことが一つだけあります。それは草刈りの初心者の方と同じ視線。そうです。ここ数ヶ月で積み上げた私の草刈りの失敗の動画です。ベテランの方やクロードの方は まあ草刈りの失敗を犯さないようにということでまあさそれを再現することはできると思うんですけれども一緒になって初心者の方と失敗をすることとはないと思い思ますここにきてなんですけども私のこの失敗の数々の動画がもう上がってると思うんですけどもその動画が同じ視線で草刈りの,その初心者の方の背中をもしかしたらこう押せるんじゃないのかなっていうふうにそんなふうに考えるようになりました。 ただ、同じこう視線、同じ土俵だけでは根拠にこう乏しいことが多いと思いますので、今回ぜひ皆さんのお力をお借りしたいんです。もう皆さんの本当に素晴らしいところは、経験に裏付けられた、もう根拠、積み重ねられた根拠の高みだと思います。時には、そうだよね、というふうに、共感の感情から、 その高みの上から視線をこう合わせてくれたり他にも、いやね、秀和くん君、ここはこうでねというふうにこう下に向きがちな視線を上にこう上げてくれたりそんなこう草刈り初心者に向けた動画をこの視聴されている皆さんと一緒に作っていきたいと思いますのでぜひ、明日の12月15日の8時からライブ配信をしますのでよろしくお願いいたします。 ライブ配信にもし、あ、ちょっと残念、参加できないっていう方も、どんなことでも構いませんし、他の方と重複したコメントも大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。ここまで見ていただく方々で、あ、ひでかずくんちょっとチャレンジしているなっていうふうに思った方は、もういいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これから、草刈れひでチャンネルはチャレンジする喜びに挑戦したいと思います。それではまた会いましょう。